まれてすいません。一人ぼっちでーす。バーン。バーン。ということで、何のクイズする？今日も例に漏れずですね、ミオピーさんがクイズを考えてきてくれました。はい。ありがたい。寝る晩も惜しんで。寝る晩も惜しんで。そんなことないけど。何のクイズですか？今日はですね、はい。スーパーフードか、うん、悪魔の名前か。スーパーフードか、悪魔の名前か。悪魔の名前か。悪魔？悪魔。なんかあれ？聖書的なやつに出てくるやつ。そうね。ソロモンなんちゃらこんちゃらみたいな類のやつか。ありすぎるけどね。悪魔そんなあれな。似てるようなやつある？俺そもそもあんまスーパーフードはあんま知らんねんけど。うん。俺もそんな知らんかった。てか俺も悪魔の方もあんま知らんねんけど。だからちょうどいいんだよ。なるほど。知ってたら意味ないやろうが、お前は。そんな。急に感謝を起こすなって。こんなこと言ったかな、俺。いいよ、スーパーフードか悪魔。うん。わかるやろ。大丈夫。丁寧な振り、ありがとうございます。悪魔とスーパー、まずスーパーフードって何？スーパーフードとは。なんかあれ、モデルさんとかがよく食ってるやつ。ソース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 ね。一般食品より栄養価のある高い、いや食品である悪魔と一緒じゃない？手軽やけど、その代償でいいかね、共通する部分があったんですね。はい、何問あるんですか？まあ、5問かな。5問、一番いいやん。ちょうどえ なんで俺はこうやって思うの？悪魔がスーパーフードがかかるうん、こんなん前もあったけど。確かにな。何のためのホワイトボード？悪魔！そのアウローって書く。書くだけ？書くだけ。あ、じゃあ、もし悪魔やったら、どんな悪魔かも書くわ。うん、何を、なんか司ってる悪魔か。で、スーパーフードやったら、どこに聞くか、あるやつ書くわ。うん。しゃい。どうぞ。じゃあ、第、一問かな。はい。そりゃそうやろ。何を迷うことがあんの。でーでん。はい。送りました。LINE で送りましたね。はいはいはい、あ、LINE でもなくてもよかった。モーリンガ。モーリンガ。モーリンガ悪魔っぽいぞ。すごい悪魔っぽいぞ。モーリンガ。モーリンガです。なんかね、ぽっちゃりした悪魔っぽいねんな。モーリンガ。ぽっちゃりしてる、ちょっと、とっつきやすいけど、なんかすごい代償払わされそうな。恐ろしい悪魔っぽいな。モリンガか。はい、いきます。はい。モリンガは悪魔の名前です。そして、年齢を奪います。一つ願いを叶えるたびに。そういう恐ろしい悪魔です。普段はとっつきやすい優しい顔をしたおじさんの姿をしていますが、年齢を奪います。どうでしょう？違います。おー、スーパーフードみたいな。マジかよ。モリンガっちゅう食い物があるっちゅう。モリンガっちゅうもんがあるんだっちゅうの。それはな、こんな変な名前の飯食うたらあいつら痩せるわ。そら、モリンガはポリフェノールやビタミンが豊富に含まれている植物。植物？植物だそうですね。草食ってるのか、あいつ。まあ、大体スーパーフードとか草でしょ。あ、草生えんだ、そりゃ。あ、でも草食うてんの？草。あんなプロポーション倒すために。うん、モリンガは世界で生命の木や奇跡の木って呼ばれてるらしい。マジか、ちょっと悪魔っぽくもあるね。そうかな。聖書っぽいね、なんか。うん、知らん、モリンガ。今度食ってみます。うん、絶対食わん。じゃあ第2問。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ででん。はい。スピルリナ。スピルリナ。スピルリナは、ピーやからな。うん。パピプペポー入ってんのは、じゃあなんでここにスピルリナって書いてもいいんだろうな。はい、いきまーす。はーい。スピルリナ。うん。スーパーフードです。耳にいいですわ。いいですか、うん、どうでしょうか。スーパーフード。ありがとうございます。スピルリナはスーパーフードやろ。そうですね。
皮質脂肪酸と呼ばれる人間の体に必要な脂質成分の一つみたいですね。脂質なのや。高血圧とか脂質異常の改善、高血糖の改善とか、だから血管に効く感じに効くみたい。細かいな。スピルリナはなんか響き的に体に良さそうやもんな。うん、なんかキラキラキラって感じじゃない。スピルリナってスピルリナで青い星っぽいわ。第3問。はい。えいよいり。ジミ米。ジミ米は、めちゃくちゃ悪魔よ、こんな。ジミ米。ジミ米だよ。ジミ米。悪魔だな。ジミ米は、過去の手間やな。いきます。はい。ジミ米は悪魔です。音階を司る悪魔です。なんか、チェロみたいなの持ってそうです。正解は、悪魔。何の悪魔？何の悪魔かは、悪魔、ソロモンの王により滑られている72の悪魔に対して力を持っている四大魔王の一つ。魔王なんこれ。であり、特別な機会がなければ召喚することはできない。マジかよ。そう、特別な機会ないと召喚できひんみたい。激レア悪魔どうか。激レアやな。だからちょっと上の方の悪魔や。地味前。そういうことなんよ。ええとこの悪魔やな、じゃあ。ええとこの子みたいな。ええとこの悪魔や。よっぽどのことじゃないと出てきません。漫画なら30巻以降です。はい。じゃあ、第4問目。ありがとう。腹立つな、ありがとう。え？アマランサスモリンガ。アマランサスモリンガ？モリンガおったぞ、さっき。ちょっとミスったな。アマランサス。モリンガおるぞ。一個目におったぞ、モリンガは関係ないわ。モリンガ勝手についてきよったわ。ついてきただけ。ついてきただけ。ってことは、アマランサス。アマランサス。アマランサスか。モリンガの進化系とかじゃなくて、アマランサスね。アマランサスかな。こいつが天然でモリンガついてるの気づかずに送ってきたのか。それとも勝手に、そんな文章って勝手についてくることあるのか。ましてや、さっき打った文字でもなく、1個目に送ってきた文字がついてくることあるの。アマランサスモリンガっていう名前やな、これは。ミオピが自分のミスを違う風にして、勝手についていかなくなってるけど。っていうことなんで、もう、これは先般ですね、ミオピロ。残念でした。アマランサスモリンガは、スーパーフードですか？生命の木とかでしょ。スーパーフード間違えて送っちゃったね。送っちゃったね。今全然気づかず送っちゃったね。びっくりしたね。送ってあれと思って。天然出たよ、これ。ちモリンガ、モリンガついてきてんのよ。生命の木でしょ、どうせまた。モリンガついちゃってんのよ。モリンガってもうスーパーフードってことですから。だってもう一問目に送ってますから。じゃあ最後、5問目。ありがとう。うざいなぁ、どうぞ。殺そう。いいなぁ、やっぱ4文字だな。殺そう。ちもるなぁ。どっちもるなぁ、これは。ちもるなぁ、これは。みんな元気、殺そうだよ。私の名は殺そう。どっちでもいけもんな。両方悪魔やんけ。1個目はスーパーフードやっちゃう。あ、スーパーフードや。スーパーフードよ。さっきのね、モリンガがあれやったでしょ。うん。そうだね、コルソンがね、こっちを司ってんちゃうから。
いきます。はい。コルソンは悪魔です。木の生命を司っております。どうでしょうか。モリンガは生命の木。こっちの悪魔は木の生命を司っております。正解は。はい。悪魔ですね。コルソン。何の悪魔？悪魔はね、悪魔はね、コルソンはねえやろ。コルソンはね、さっきのジミマイの四大魔王のその一人ですね。その一人か。さっきの四天王の。そう。こいつも英氏の悪魔や。ね、ちょっとコルソン、クレさんと似てるからちょっと迷ってくれるかなと思ったけど。ああ、それはね、ほんま俺のことをね、ちょっと買いかぶりすぎやわ。買いかぶってる。知らんのかい。クレソンって何？クレソン。クレソン？ほら、間違ってるやん。クレソンって何？クレソンは葉っぱやん。なんかスープの上に入ってるさ、あの四角いあのちっこいやつじゃない？コーンスープとかの上に、なんか乗ってる、あの、サイコロみたいなやつ。わからん。違うかな。それクルトンか。葉っぱ言うてるからな、そうやな。クルトンでした。はい。ただただ俺の知識のなさが露呈して、ミオピン天然が炸裂しました。モリンガね。モリンガ。モリンガ事件。ミオピンの、タグトのクルトン事件。二つの事件を目の当たりにしたあなた、この事件をどう受け取るか、それはあなたの心の中のスーパーフードか悪魔に委ねてください。ちょっとかぶるな。入れるな。それもちでした。どうも。どうも。